一つ我々としても問題だと思っているのは 4.7 兆円の予備費が積み上がっています。額にしてはですね、総額約29兆円、そして約 22.8 兆円の国債発行というのは、我々23兆円の経済対策が必要だということも9月に出していますので、規模的にはですね、問題のない適切な規模なのかなと思ってますが、ただ使い道が決まっていないお金をですね、いくら積み上げても経済活性効果につながりませんので、電気代の値下げとかガソリン値下げとか我々が要求したものが入っているのは評価をします。我々はあくまで2つの目的で9月の緊急経済対策を国民民主党としてまとめたのは、物価高騰対策と需要不足対策です。で、今回の対策で弱いなと思われるところは、この需要不足対策のところが、まだ弱いと思いますので、我々としては参議院のですね、選挙の公約でも掲げました10万円のインフレ手当、この給付を可能とする、組会動議の提出を検討しております。で、財源としては今申し上げた 4.7 兆円の予備費、これをですね、単に目的が分からず積み上げるのではなくてですね、そこからですね、財源の一部として回すということと、それと外為特会の問題をずっと提案しておりますけれども、ここもですね、かなりその円安になっているので評価益も出ているのと、実際今回ですね、ドルを売って円を買うという介入をしているので 9.1 兆円円価がですね、手元にございますので、この予備費の 4.7 兆円と為替介入で得た円価の 9.1 兆円合わせて13兆円を超える額があればですね、10万円の一律給付は可能ですので、こうしたですね、歳入歳出両面にわたる組み替え動議を今党内で検討しておりますので、まとまり次第ですね、出したいというふうに思っております。アメリカ経済もこう少し減速感が出てきて、世界経済の影響非常に心配な状況にもなってきてますから、やっぱ日本もやっぱり消費が少しなかなか伸びないというところがですね、 GDP の数字を見ても分かりますので、ここはやはりもうちょっとだと思います。需要不足も15兆円、そして欧米型の高校で見ると 1.5% の物価上昇まで来てますので、もう一歩だと思いますので、ここをですね、抜け出してやはり本来の成長軌道に戻るための後押しをですね、このインフレ手当で確実なものにしていきたいと思っております。で、実際今4社に1社の民間企業が、会社独自にインフレ手当っていうものを出そうということを検討していると、一部の報道でも見ましたが、これ出せる企業はいいんですけども、出せない企業、特にこう中小企業に多いと思います。あるいはこの円安の影響を受けている企業ほどインフレ手当って出せませんからね。だからここはまさに国がやるべきであるというふうに思ってますし、そのことによって浮いたお金をですね、来春の春闘の賃上げ原資に回していただきたいという観点からも非常に合理性のある政策だと思っていますので、ぜひこの国の行うインフレ手当、これをですね、実現できるように組会動議の提出を検討してまいりたいと思います。